ちゃーこんにちは、ゆうたかさん、はい、いよいよ来ましたよ、ナイトマラソン、はい、10月8日土曜日、はい、クライマックスシリーズファーストステージ始まります。面白いだろうな。いや面白いですね、セッパともに。そうだよ、はい、セリーグは、ま、DeNA と阪神が対戦、はい、そしてパリーグはソフトバンクと西武が対戦ということで、よし、もうぶった切って言ってやるわけないか。まず気合い入ってますね。いや、本当ということで、もうこの動画は、はい、もう豊さんがズバリこのファーストステージ、はい、どっちが勝つか、どっちが勝つか、ね、先発の予想なのか、もう任しとけや、予想していきます。はいよ、じゃあセリーグからいきましょう。セリーグ DeNA 対阪神、はい、これ横浜スタジアムで開催されるということで、はい、今年の対戦成績が16勝9敗、うん、DeNA が勝ったんだよね、はい、阪神が9勝、うん、DeNA が16勝、うん、そのうち、はい、舞台はどこだ、スタジアムです、ね、横浜スタジアム、はい、ね、横浜スタジアムだけの成績、はい、11勝2敗圧倒的に DeNA が勝ってる。まあ、そのホームで18連勝とかしたでしょ。しました。まあ、その中にも含まれてるんだけど、はい、圧倒的に横浜スタジアムで強い。もうこれはじゃあもう結果見えてますか。バカ野郎、そんな簡単なことじゃないだろうお前。え、違う、終わっちゃうじゃないか。いや、そんなもう終わるのかと思ってました。いや、お前阪神の応援しろよ。じゃあそうですよね。いや、阪神はなんて言ったって投手がいいんですよ。いや、横浜だっていいよ。いやこれね、阪神のね、はい、その防御率が 2.67 に対して、はい、DeNA が 3.44 なの。ほ、だからまあ、投手力とすればね、うん、まあ、短期決戦、はい、やっぱ投手力の勝負だと思うんで、はい、そんなにね、バカバカ打てない。そうなってくると、阪神に優位な数字がある、うん、なんでかというと、やっぱりね、ホームランの打ち合いとか、そういうふうになんないんだよ。やっぱりエース同士が投げ合うし、いくら横浜スタジアでも、うん、だから 2、3点のお前のその神々がお前映ったじゃないか。お前がごまかそうとするから俺がごまかせなくなったんだ。2、3点の、そうそう、勝負になってくると思うんだよ、はい、そこで、うん、じゃあホームランで点が取れなかったらどうする。もう小技使うしかないですね、うん、足を絡めたりだとか、はい、まあ、そういう小技だよね、はい、その時に盗塁、うん、はい、DeNA が49に対して阪神が110、圧倒的なんだよ。これも阪神有利になってきますよ。そうだね、うん、先発の防御率が 2.81 阪神、はい、DeNA が 3.53、 これも阪神がいいで、救援は阪神が 2.39、はい、DeNA が 3.29、 トータル的には投手っていうのは双璧だと思うんだよ、うん、ただ俺はやっぱ地元の利、はい、地の利っていうのが出てくると思うんだよ。対戦成績最初に言ったよね、うん、11勝2敗、はい、スタジアムで圧倒的な強さを誇ってる、はい、ここだよね。お、まあ、ここまでやられてるっていうのは、うん、選手の感じからすると、うん、DeNA はスタジアムでめちゃくちゃ強いなっていうね、うん、そういう意識がやっぱここまでの数字を残されるとある、はい、だから、まあ、DeNA が有利だなというふうに思う。例えば1回シーズンが終わっててもこういう数字っていうのは残ってる、ね、それとやっぱこう DeNA は貯金を作ってシーズンを終えたのと、はい、5割いかなかった阪神、うん、この差っていうのは力の差だから、これ1シーズン戦ってみての、はい、これはね大きな差になって俺は出てくると思う、うん、だから DeNA が勝つ。お、何勝何敗で。2勝0敗え、もう言っちゃう。ただし阪神が勝つんだったらよ、はい、もうここで負けるとしたら、うん、俺は日本一のローテーションを組めばいいと思うんだよ。日本一までの道のりという阪神がで、こういうガチンコの戦いの時に一番何が効くかっていうと奇襲が効くんだよ、はい、青柳って言われてるけど、はい、青柳は DeNA に対して3点台の防御率なんだよ。打たれてますね。打たれてるんだよ、うん、ただヤクルトに対しては2点台の防御率なんだよ。打たれてないんだ、はい、ということは青柳を頭にヤクルト戦持っていく、日本一を取るために。おお、だから一投でいくとかね。なるほど。右のアンダースローから左になってくると、はい、やっぱりちょっと戸惑うと思うんだよ。だからそういうことをやる、はい、で最初言った試合展開から予想されることは、はい、とにかく接戦になるよ、うん、そんな一方的なゲームにはなんないよ、はい、で阪神は勝たなきゃいけない、うん、絶対引き分けは許されない、うん、ということは矢野監督は大胆に自分たちの強みである足を使えるかどうかだよ。1、2番
ってなってきますね、もうそうだし、はい、終盤になってからのその上田海だとか、はい、熊谷だとか、うん、そういったその足のスペシャリストを差し込んでってそこで通りさせられるかどうかだよ、うん、もうよくあるでしょ、9回ノーアウトランナー一塁、はい、で次のバッターに送らせる、はい、なんで送らすんだ、走らないと点にならないっていうのがもうこの数字を見てても分かるんだよ、救援の防御率を見ててもね、はい、そういう時に大胆にいけるかどうかだよ、うん、これはね批判が伴うよ、で賛否もあるよ、はい、まあ、例えばなんだあんなところで無謀に走らせるんだとかさ、うん、成功したら称賛だよ、はい、失敗したらクソみそだよ、うん、だからそういう批判はもう矢野監督いいでしょって、そうですね、もうやめるんだし、うん、この大胆さが矢野監督が大胆になれた時はやっぱ DeNA は怖いよ、この数字があるとしてもですね、接戦になる武器は一番足っていうことだから、それは DeNA にも言えることですか、足やっぱり、いや DeNA はつなぎだよ、DeNA のバッターでいうポイントを握ってる選手は桑原、はい、桑原が一番で出ていったら大体点になる、これはなぜかというと 3,4,5 がしっかりしてる、やっぱ佐野、牧、はい、宮崎、うん、でその後外ってつながるから、はい、ここら辺はね桑原を出すか出さないかっていうのは阪神にとってものすごくでかいし、はい、DeNA は桑原の状態でものすごく変わるよ、得点がキーマンですね、キーマン、うん、で阪神のキーマンは大山、うん、大山はどんな時でもあいつのところに不思議と回ってくるんだよ、はい、大山が打てば勝つし、はい、大山が抑えられたら負ける、うん、ということは DeNA は大山を避けるような感じを取れるような状況も作っとかなきゃいけないです、で状態を見ながら勝負するのか、うん、避けるのか、この見極めっていうのがすごく大切だよね、もうこれは本当にあのベンチワークにも関わってきますね、もちろんだよもう神経研ぎ澄ましてやらないとすごいですね、でピッチャー、あピッチャーもいますね、まあ、DeNA は石田、はい、今永はしっかり投げれるっていうふうに俺はもう信じてるから、うん、石田、お石田は阪神戦に抜群なんだよ、うん、相性が、はい、打たれてない、うん、だからそうなってくるとこのプレッシャーがかかった一戦でシーズン通りに石田がピッチングができるかどうかだ、いわゆる2戦目の先発を予想してる、そう予想してる、そうですね、今永投手で勝って、うん、石田投手でさらに勝ったら決めるっていけますもんね、うん、もうここで3戦やってるようではヤクルトは、うん、ヤクルトに勝てなくなる、うん、ピッチャーが足りなくなるから、はい、で阪神の方言っとくよ、はい、阪神は俺だったら青柳を外す、うん、先発相性的にもいや外してヤクルトの初戦持っていく、それなぜかというとヤクルトの初戦に持ってった時に、うん、シーズンでも塩見を外したり山田を外したりしてるんだよ高津監督が、はい、それを初戦でスタートできないっていうふうに考えると5割ないんだからさ、はい、もう失うものはないわけよ、うん、やっと滑り込みだから3位に、そうですね、もうそれだったらもうずうずうしく3位の3位から日本一取ってやろうじゃないかっていうような、はい、俺はローテーションでもいいと思うんだよ、とすると阪神は先発豊さんは初戦は伊藤正史として左ですね、うん、2戦目は2戦目はね、はい、これ難しいんだけど西勇輝か、はい、まあ、西勇輝頭で来てもいいよね、うん、西勇輝か、まあ、才木をどっかで使うとか、ピッチャー豊富にいるんだよあそこはね、そうですね、うん、だからまあ青柳を外すということ、そこがで西純也がヤクルトに抜群なんだよ、あ、じゃあそっちだから青柳に西純也ってつながるとヤクルトはものすごく嫌だと思うんだよ、あの本当に2敗っていう2連敗ってことも可能性としてヤクルトは出てきますもんね、そしたら一生のアドバンテージが消えるということで、はい、ヤクルトの、うん、これはね俺の思惑だけども、はい、そういうふうに奇襲をかけても阪神は面白いんじゃないかって思う、最初からさ、はい、勝とうとは思うだろうけど、うん、相性を考えて11勝2敗で横浜スタジアムで、はい、ほぼ負けが決まってるみたいな数字が残ってる中で、はい、俺は奇襲をかけない手はないと思うんだよ、まともに行くのではなくて、まとも、もう排水の陣で、今みたいなことを DeNA 側は阪神もしかしたら奇襲かけてくるかなっていうことも、いやまともに来ると思ってるよ DeNA 側は、うん、それね阪神もまともに行こうと思ってるはずだよ、なんでかというと、はい、SNS とかの批判が怖い、あ絶対そこはあるって、はい、
負けた時のですよ、ね、負けた時の、うんうん、もう矢野監督負けるん、負けるというかやめるんだからいいじゃん。そうですね。でも、うん、そ後で言えばいいじゃん、うん、いや日本一を取るためのローテーションを組んだとか、はい、言ったら俺は面白いと思う、うん、やっぱねそのぐらいのことはね見せてほしいなと思うよ。そうですね。あだから DeNA はさ優勝争いをしながら、まあ、ちょっとねヤクルトが調子を取り戻しこう離れちゃったけども、はい、やっぱ DeNA はやっぱ一丁やったろってこの気持ちは分かるんだよ、うん、阪神ってやっと滑り込んだじゃない、はい、一丁やったろって思うんだったら日本一まで取れるぐらいの力もあるし、うん、ピッチャーも持ってるから、はい、あとは打つか打たないかのチームだから、はい、そしたらそのぐらいのことがやっぱ阪神は考えようよ。そうですね。結構と俺は思うんだよ、はい、まともにいったところで青柳伊藤で勝った勢いはつくよ、うん、だからその後青柳伊藤っていうのが後ろの方に登板予定になってくるでしょ。やっぱ間隔開けるとしたら、うん、それまでに俺はやられちゃうような気がする。そうですよね。そこまで見越して阪神は戦うと、うん、ただ西純也がヤクルトに本当に抜群にいいんでだからここら辺が引っかかるんだけどね。そうなんですね。あ、まあ、そんなことやらなくたって西純也が先発で頭いくよみたいな、うん、まあ、そうしたら一生のアドバンテージが消えるかみたいなにも思っちゃうけどね。だからもう考えるといろんなものが出てきちゃいますね、構想が。まあでもね、はい、俺はねシーズン中ねやっぱりしっかり貯金を作って戦った DeNA がやっぱり貯金のない阪神に負けるっていうことはあんまり想像はできない、うん、それと11勝2敗というね、はい、スタジアムの圧倒的な、うん、あの DeNA の有利さ、はい、それを考えると DeNA が勝つかなって思うよね。わ、うん、かりました、はい、まあ、ぜひ奇襲をね。あ、そうですね、阪神は奇襲をということで、はい、それと足ね、足ですね、はいはい、見せてほしいな、はいはい、さあそしてパリーグいきましょうか、はい、ソフトバンクと西武ね、はいはい、これも先発予想、先発予想、はい、まあ、先発予想は、まあ、ソフトバンクは千賀、はい、で西武に対してノーヒットノーランやってる東浜が 1,2 戦で来るかなっていうふうに思うんだよね、はい、で西武の方は高橋コーナー今井、はい、この甲子園での優勝投手2枚で来るという、うん、この2人の選手はやっぱ勝負と思うんだよ、うん、甲子園で優勝してるってねやっぱ力ももちろんそうだけど何か持ってないと優勝できないと思う。この2枚を揃えて持ってくるっていうのが非常に怖いよね、はい、そうですね。でペーペードーム、はい、対戦成績がソフトバンクが8勝、うん、西武が5勝という、うん、でも そこまで、まあ、そこまでは DeNA と阪神ほどは、はい、まあ、離れてないということ、はい、打率ソフトバンクは2割5分5厘、はい、で西武が2割2分9厘得点555、はい、西武が464、まあそりゃそうだよね、打率が低いもんね、そうですね、西武はね。で本塁打、はい、108本に対して西武が118、これは山川がいるかいないかの差が出てるけど、うん、で盗塁86と60、ああまあちょっと、まあ、機動力とすると、まあ、周東がいるから、はい、ね、で防御率、ね、ソフトバンクが 3.07、はい、で西武が 2.75、 お、西武いいですね、西武がいいだろ、俺なんつった春先東証国になるって言ったでしょ、はい、はい、おね、はい、先発が 3.28、はい、ソフトバンクね、うん、西武が 2.99、うん、で救援、はい、ソフトバンクが 2.72、はい、西武が 2.31、 ああ、じゃないよ西武が、俺は接戦になるっつったよな、はい、でピッチャー次第なんだよ、はい、でピッチャーの防御率全部、うん、まあ、チーム防御率、うん、先発防御率、救援防御率、全部西武が上回ってる、はい、その中でのやっぱエース高橋光成と今井が投げるという、うんうん、どっちが勝つの？西武だと俺は思うんだよ。それと、はい、ちょっとね傷口に塩を塗るような言い方するかもわからないけども、うん、やっぱ終盤の連敗、はい、これはねチームにね多大なるこうショック、うん、影響を及ぼしたと思うんだよ。もう終わってまだ間もないけども、この期間に変えれるかどうか、これがすごく問題だと思うんだよ。それはやっぱりその投手陣の方ですか、やっぱりこのムード、まあ、全体的に、うん、でも柳田かっこよかったな、千葉ロッテの時に、うん、エンジンの中で言った言葉、はい、負けたら俺の全部せいにしろって、うん、かっこいいですね、うん、なかなか言えないぞお前。そうですね、全部自分が悪いっていうふうにしろって、うん、でもその柳田が結果を残しながら、はい、まあ、投手陣が打たれていったというね、うん、
まあ、泣きそうになってるけど、本当ですね、本当ですね、そうですよね。いやだから柳田のために立ち直ってほしいな、はい、投手陣が特にあの、ね、ここでもう一回一致団結してっていう、うん、やっぱそのあの投手陣がどうしてもそのあの最終戦で打たれてその涙してるシーンがね、うん、でもね、うん、ああいう経験っていうのは人を強くするし、はい、ただ強くするには少し時間整理が必要だと思うんだよ、うん、整理をする前にこの戦いが始まるから、それを原因とした強さっていうことにはならない、まだ怖さが残ってると思うんだよね、うん、まあ、切り替えがうまくできてればいいなっていうふうに思うのと、はい、やっぱ西武がやっぱそういう印籠を渡すような戦い方を山川がホームランを打った時にすごく敬意があったね、うん、まあ、サヨナラの時にガッツポーズするかなと思ったら、本当に一緒に1年間戦ってきた、うん、西武に対しての思いも山川持ってたね、うん、すごいなんか素敵なシーンを見たようなさ、そうですね、うん、まあ、次の日にねロッテに敗れるわけだけども、はい、まあ、だけどああいう戦い方が西武が終盤にできてきた、うん、まあ、その勢いの差っていうのがこのクライマックスシリーズに出るんじゃないかという。確かに。でセリーグと違ってパリーグっていうのは、はい、やっぱオリックスも含めてこの3チームがどこが優勝してもおかしくなかったような戦い方をしたし、はい、西武は堂々と阪神とは違ってね、うん、堂々と戦えると思うんだよ、はい、ここら辺もパリーグってのはもうガチンコだよね、うん、ここもやっぱ接戦になると思うんですけども、ロースコアですか、それともちょっとここはねハイスコアになってきて、ここはねその盗塁がうんぬんということも、まあ、あるけども、はい、ここら辺は一発で決まると思う。あーホームラン、うん、例えばソフトバンクであれば柳田選手、柳田とか山川とかね、はい、西武だと、西武は、はい、それでポイント言っとくよ。あ、はい、野手のポイントはデスパイネ、デスパイネ、柳田はやる間違いなく、はい、あの男は、うん、柳田が倒れた後にデスパイネにものすごいチャンスが回ったんだよね。で1本出てれば俺は優勝決まってたと思うんだよ。だからデスパイネの状態、うん、それによってソフトバンクの勝敗が決まるような、はい、まあ、そんな感じがするな、うん、で西武はやっぱり山川だよ。あ、山川が打つと明るくなるし勢いが出てくる、うん、あとねもう一人挙げたいのは殿崎、はい、で殿崎が1番に入った時のチームの勝率と中に入った時、まあ、クリーンアップとかちょっと回に打った時の勝率っていうのは全然違うんだよ、うん、やっぱ殿崎が1番に入るとすごくいいんだよね、うん、だから1番殿崎、はい、でいければそういう状態であれば、まあ、西武が有利かなという。まあ、ピッチャーはやっぱ千賀、うん、まあ、千賀って言ったらもう面白くないけどね、まあ、エースだから、まあ、もちろんそれでも中継ぎだ、ね、中継ぎって言っとこうかな。ソフトバンクは中継ぎ、うん、まあ、泉であったり藤井であったり、はい、まあ、打たれたピッチャーも絶対ベンチ入りするわけだから、うん、そのピッチャーたちがどのぐらい成長してるか、はい、それとも切り替わってないか、うん、まあ、そういうのも期待したいしね、はい、うん、で西武の方はやっぱり今井、うん、まあ、高橋光成はね、はい、ヒーローインタビューでもどのボールでも勝負ができる、うん、うん、そのぐらいの状態に上がってきましたというぐらい調子がいいんだよね、はい、で今井も高橋光成が投げた次の登板の時に絶好調なんだよ、うん、だからこれはもう今井かなっていう、おこの優勝、甲子園優勝投手がどういうパフォーマンスを見せてくれる。でズバリ何勝何敗でどっちがいく、まあ、勝つとしたらどっちにしろ 2-0 だと思う。こっちもおお、うん、2-0 で、うん、そうだな 2-0 かな、 2-0 でセーブですか。ソフトバンクが勝つんだったら 2-1、 うん、2勝1敗、うん、2勝1敗、セーブが勝つんだったら連勝する、 2-0 でいくと、うん、なるほど、はい、さあね、セパ両リーグの豊さんの予想が、もうそうだな、出ました。でも感動的な試合が多いから俺の涙も止まんないぜもう本当疲れちゃうぜもう多分ここからはもう毎試合毎日多分豊さん涙が、言葉がね出て刺さるね。そうですよね、だからシリーズ、あのリーグ優勝だったりとか最終戦 の、 あのヤクルト戦だったりとか、その前のオリックスとソフトバンクの最終戦だったりとか、もう感動感動がずっと続いてるので、それでも豊さん、まあ、そうだよ、まあ、頼むよ、まあ、目4つぐらい欲しい。いや、そうですね、はい、はい、でも選手たちね、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい。